センデロ・ルミノソは、ペルーの極左武装組織。毛派共産党。正式名称、ペルー共産党。1920年代に、ラテンアメリカ全体でも知名度のある、マルクス主義思想家として活動したホセカルロス・マリアテギが、インディフェニスモに近い立場から、独自の革命理論を説いた、理論書、マリアテギの輝ける道にちなんで命名された。 1969年に組織され、農村が都市を包囲するというもう卓東思想を掲げて、テロを繰り返している。一時、ペリューの国土の3分の1を制圧したこともあるが、その活動や、統治の冷酷さから、南米のポルポト派とも呼ばれるほど恐れられた。積極的取締り政策を行った、アルベルト・フジモリ大統領時代に弱体化したため、 同志またはその娘の稽古藤森投票しないように主張する子供皆殺しのテロをしている。九百七十年、ペルー共産党中国派からアビマエルグスマン率いる、もう卓東思想を標榜する分派が分かれ、彼らによって結成された。経済的に停滞しているアンデス地域のあやくう助刑を根拠地とし、政府の目の届かない産地の学校に浸透して、教師、その教え子や家族、 同僚を仲間に引き込んだ。そして1976年の毛沢東死後の党、将平の改革開放路線を修正主義と断罪。指導者、アビマエルグスマンを唯一の社会主義革命の継承者と唱え、独自の革命路線を展開し、1980年頃までに戦闘部隊やフロント組織を整備していった。1980年に行われた総選挙をボイコットし、 投票箱を破壊するなどして武装闘争を開始、農村を拠点にテロの恐怖により勢力を広げ、無差別機重奏者や拉致行為を行った。1982年、ペルー政府はアヤクーチョ県一帯に戒厳令を交付、軍隊を投入して制圧に乗り出した。センデロルミノソの活動範囲アヤクーチョ県一帯はやがて政府軍に制圧されたため、 センデロルミノソはさらに山深いンカを警告に逃れた。当地でコカインの原料となるコカの葉を生産していた小農民を保護し、彼らの用心棒として振る舞うことで4億ドルとも、いわれる収入源を手に入れた。このことをきっかけに組織を再編し、1983年には山間部の村や町において一斉に武力攻撃を仕掛け、 一時は、ペリューの国土の3分の1を制圧したこともあると言われ、その活動地域周辺のアンデス地域の農村、山村は荒廃し、いわゆる国内難民となった人々は、首都のリマなどコスタの都市部に押し寄せた。また、作家で、元美語に所属していた、ジョン・ルカレによると、制圧した地域から産出されるコバルトと引き換えに、モサドがイスラエル製武器を供給していたとされる。 センデロルミノソのポスター1984年から都市部でも活動を開始。1987年からはリマ市の労働組合やスラムに浸透し、従わない者は殺害していった。翌年からは市内でのテロ活動をさらに強化し、反修正主義と前衛党理論の立場からセンデロルミノソ以外の人間は全て敵とみなすという指導者アビマエルグスマンの教授に従って、 アメリカなどの非共産権出身者のみならず、ソ連や中華人民共和国や北朝鮮出身者、さらには MRTA などのペルーの左翼活動家にまで危害を加え始めるに至った。また、同時期には左翼ゲリラに対する政府軍の攻勢が激化し、センデロや MRTA の根拠地破壊のための農村部での無差別な軍事行動のために農村部での死傷者は激増した。 1990年にアルベルト・フジモリ大統領が登場して以降もますます行動は過激化し国会議員5人を暗殺しさらには日産自動車リマ支店襲撃事件などが引き起こされた翌年には日本、イスラエル、アメリカの大使館を同時に爆弾攻撃し国際協力事業団の日本人農業技術専門家3人を襲撃し殺害する事件を起こした しかし、センデロの身長ぶりに危機感を覚えた CIA によって、警察当局は支援されるようになり、アビマエルグスマンをはじめ7人の幹部が1992年に逮捕される。彼の逮捕後は最高幹部会のメンバーによる合議制で運営されていたが、1993年には反テロ法の制定によって、有力メンバーが次々逮捕されて、以後、 グスマンが獄中から停戦宣言を出したこともあり弱体化していった。藤森大統領失脚後は勢力を盛り返し、2002年3月にはアメリカ大使館前で自動車爆弾の爆発事件を起こした。2004年からは警察関係者に対する襲撃事件やゲリラ的な外戦活動をたびたび観光するなど単発で小規模ながらも武力闘争路線を堅持していたが、 2010年12月には、残党勢力のリーダーである、フロリンド・フロレスが敗北を認め、投降するための和平交渉を政府に呼びかけた。ペルー政府はこれを拒否し、2012年2月13日には、銃撃戦の末、同志の身柄を拘束した。拘束を受けて、オジャンタウマラ大統領は、テレビ放送にて、センデロルミノソはもはや、ペルーにとって、脅威ではない。と演説を行った。 現在は、センデロルミノソでただ一人捕捉されていない、大物幹部、ホセコと、ビクター・パロミノが、残党勢力を率いている。現在も存続してはいるが、その活動拠点は、東部のセルバ地帯に限定され、現在は500人規模にまで、組織の人数は減っているという。AB、極左ゲリラが子供ら14人殺害、遺体すべて役、大統領選を妨害化。 稽古に投票する者は、売国奴だ。ヤフーニュース。2021年5月25日閲覧。カルロスアイデ・デグレゴリ・ホカチョ、センデロ・ルミノソによれば、陰惨な殺戮行為にもかかわらず、女性の活動家が多かったという。地下道のハト P163 ジョン・ルカレチョ、早川書房、ガルシア政権のアラン・ワグネル内務大臣によれば、 現在、その勢力は、アヤ空調ちよびウアンカベリカの、両地方に、約200名残存していると推定されている。ペルー、左翼ゲリラのリーダーを拘束。日本経済新聞。https コロスラッシュスラッシュア k.com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASGM1300NT10C12A200 万。ゲリラ残党の幹部拘束。大統領。 もはや脅威ではないペルー。cnn.co.jp オリジナルの2012年3月24日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0、はい、1 2 0 3 2 4 0 6 5 9 5 4 h t t p w w w c n n c o j p w o r l d 3 0 0 5 5 9 2 h t m l ありがとうございます。